早速開始したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日貴重な時間いただきましてありがとうございます。まずビデオが邪魔になりますので止めさせていただきます。で今画面共有しておりますが、スライドに沿って、本日を、ご説明させていただきたいと考えております。それでは本日のテーマとしては、複数な業務、複雑な業務をシンプルに、できるように、弊社は心を、かけて、お客様にご提案しておりますので、弊社の、エレクトロニクス商社のお客様を事例にして、本日ご説明させていただきたいと思っております。で、本日のアジェンダですけれども、30分しかないですので、ちょっと早口で、ご説明させていただきたいと思っております。でご紹介した後に、実際の業界が抱えている課題、事例を含めて、ご説明していきたいと思います。で最後に、少し、Q&A の時間を持っておりますので、そこでご質問も可能ですし、また個別に、ご相談も可能ですので、遠慮なく声をかけていただければと思っております。で画面共有しながらご説明いたしますので、何かございましたらチャットで、ご質問いただければと思います。よろしくお願いいたします。で、まずですね、私のバソと申しますけれども、ですね、2002年に来日いたしまして、その後伊藤忠商事、商社で、商社に勤めておりましたけども、その後もコンサルティング企業と、今の IT、に至りました。そうですね。で、いくつかのプロジェクトは国内外のプロジェクトを担当、しておりましたけれども、コンサルタントとして、面な、業種としては、エルキクイとエレクトロニクスの、製造と、商社ですね。で、まず課題整理させていただきますけれども、弊社のお客様と一緒にいくつかのプロジェクトをしておりますが、経験上で言いますと、この際に書いてあるように、業界か、世界の環境の変化とその変化の加速化に伴う、事業の変化、変更も、しないといけないですね。で、それに沿ってシステムが対応できるかできないかの結構大きな、課題であります。で、直近の事例なんですけども、社のお客様が、これも自動車の部品、ハーネスですね、ケーブルの製造販売しておりましたけれども、ぐっと需要が下がりました。で反面では、在宅ワークフロムホームの傾向もありましたので、皆さんプリンターを購入されてますので、そのプリンター向けのケーブルの製造と販売が急に伸びました。それは今まで、ほとんどやって、売上の割合が少なかった事業なんですけれども、その事業がメインになってきました。で、それを、対応ができるようなシステムを、弊社が提供しております。あと、当然、例えば、シャオミ、5年前のシャオミがありませんでしたけれども、もう世の中ですごく大きな会社ですね。で、こういうふうに、ユニカーン的な、急成長している会社が増えています。イコール、その新しい取引先をできるだけ早く、対応しないといけない。で捕まえていくというのは、特に商社の大きな課題ですね。あとはそのランプアップですね。プロダクトの準備期間もどんどん短くなってきてますので、設計して、試作品を作って、そこから量産に転換するのは、数年前は、1年間とか2年間とかありましたけれども、もう数ヶ月後に、頼るような商品を求めているお客さんが増えてます。それイコール、会社側のそれに、できるだけ早く対応できるように体制とシステムを揃えないといけないですね。で一方、既存のサプライチェーン、もうどんどんクラウド化していますので、新しい AI の企画、オンラインのポータル、他のSaaSの連携、が
あとそれに伴う自動化が、とても重要になってきてますので、まあ、従来型のオンプレミスのシステムを、一人居残しされないように、まあ、どんどんそのモダンな最新化していく必要があります。それから、そうですね、そのペースが上がることによって小さなミスを、見つかる、直す時間がなくなってきてます。まあ、これも大きな問題ですね。で、ミスがあったときに、そのリコベリーも、まあ、膨大なデータになりますので、イコール膨大な時間がかかってしまいます。で、あと、その、まあ、ダイナミックな環境なんですけれども、やはりコロナでも、そうなんですが、その資産を守る、特に社員を守る、システムが必要になってきてますので、まあ、対応、柔軟に対応ができるような、クラウドシステムがとてもおすすめですね。それを具体的に、まあ、直近の事例から、見ていきたいと思っております。で、弊社のお客様の、名前を、ごめんなさい、控えておりますけれども、まあ、T 社、関東圏にあるエレクトニクスのメーカー、商社なんですけれども、まあ、ケーブルコネクターがメインですね。で、既存の ERP が老化していて、まあ、そろそろリプレイスかなということに来ましたけれども、まあ、ご相談させていただいた内容としては、まずその誰でもが簡単に利用できるようなシステムにしてほしいです。で、それは何かと言いますと、そうですね、その社員の教育の時間はかけられないというのは大きな、一個の要因です。あとは柔軟に、常に柔軟に、新しい事業、まあ、既存の事業もそうですし、将来の事業にも対応できるように、してほしいというのが、一つの要件ですね。あと、全社の状況が、まあ、リアルタイムで一瞬で分かるようにしていただきたいという要件もありました。それから、各担当の、まあ、業務の問題と、まあ、進捗ですね。分析できるように、する必要があります。あとは、まあそうですね。複数の拠点、複数の国で、売買されている会社さんですと、やっぱりその全社のうちの業務って何なんですかっていうちゃんと定義して、基本な業務モデルにして、他の拠点、子会社、あとはパートナー会社に、そのモデルを展開していくのは非常に大事なんですね。それから、まあ、IT 化っていうのは、その一回きりではなくて、少しずつ良くなっていくっていう、中期的な計画を持って、今のシステムで来年はこうしよう、再来年はこうしましょうっていう、中長期な、プランがあって、そのプランに沿って、段階的に導入ができるようになっていくのが、理想的ですね。で、特にその工場がある場合には、その工場のニーズに合わせて、IT 化できるようにしていくのは大事ですね。あとは当然、コストあまりかかりすぎないように、していくのは、大事ですね。それを含めて、我々はどう対応したかと言いますと、まあ、所要の業務の、ひな型を作って、それを各国に展開していきました。で、あとは業務と会計は、まあ、1対1の関係を持たせた方がいいですね。裏と表がないようにできるだけ一元管理していきましょうというのは我々のアドバイスでした。それをシステムに反映させていただきました。それから、複数の国に展開されていますので、まあ、当然そのコンプライアンス上で、各国での税制対応、まあ、あと、その、そうですね。為替レートの自動、取得して、自動的にシステム内にそれを対応していきます。これも、グローバル化、まあ、国際的に展開されている会社さんから見ますと、非常に大事な、まあ、そうですね。赤字か黒字かって、結構為替レートは影響、インパクトが大きいですので、それできるだけ早く、キャッチしたいと、思っております。あとは少量計算ですね。まあ、それこそその将来に向けて、じゃどれぐらい、の受注を見込めるか、その受注の見込みに対して、どれぐらいの、まあ、部品の
原材料を発注すればいいという、特有なる事項を持って、計算していく、で発注を行っていくように、システムに自動的にその反映しております。あとは、協定間の取引を自動化していくことも、心かけております。あと独自のルールと、あとは試作品ですね。の対応できるだけ早く、その、マスターデータから、プロジェクトからマスターデータ、試作品作成、試作品のステータス、で、販売、で、量産品まで結びつくようにしていきます。で、具体的に、この会社さんですけれども、日本からスタートして、香港、中国、タイ、ベトナム、マレーシア、ラオス。で、次の時期フェーズでは、フィリピン、インド、ミャンマー、カンボジア。でこれは弊社が稼いでいるのネットイートという、医薬なんですけども、フル機能を使っていて、受発注、売上、経理側ですね、あとはそのシミュレーション系な予算管理、少量、過剰量計算、含めて、展開して、いきました。で今でも、いくつか の追加のプロジェクトがありますけども、例えば生産管理のシステムの追加とか、バーコードとか、トラシャビリティですね。を行っております。で、それぞれの、課題から見て我々が考えている、そのモダンなシステムの、導入なんですけれども考えている、7ポイントがありますけれども、まずその、重要プロセスの統合できるだけさまざまこれ一個一個これからご説明 しますのでとりあえずだっていきます。あとはマスターデータの管理と、スピーディーな変更ができるようにします。あと、正しい取引先。自動化、できるだけ自動化していきますと、リアルタイム性と、あとは人を育てるシステムにしますと、あとはエコシステムですね。で、まず、プロセスの統合なんですけれども、やはり、ほとんどの会社は今でも、部分的に最適されています。ですので、会計は会計、国ごとにですね。で、受発注は別のシステムを使っていて、で、CRM はまた CRM として別、で、倉庫はまた別。結局、会社の中にたくさんのシステムがあって、その会社内の、データのやり取りがたくさん発生しています。で、部分最適の、結果は、その業務その業務は、いいんですけれども全体感がなくなるんですね。で整合性と、結局会社として見たときには、そうですね、そのデータのやり取りにより、作業が増加してますし、もうミスも発生していますし、あとはデータの分析とかできなくなりますので、できるだけ主要なプロセスを、一つのプラットフォームにするのがいいんではないでしょうかと我々は考えております。で、一つのプラットフォームにすると、いくつかのメリットは得られるんですけれども、我々が、目標としているのは、もう大体8割ぐらいのプロセスを一つのプラットフォームに利用できればいいんじゃないでしょうかと思っております。で次ですね、これ主要プロセスの、そうですね、マップですので、販売、購買、その他の経費だったりとか、申請とは在庫、製造と経理を、一つのプラットフォームに載せることができるのであればいいのではないでしょうかと考えております。全部ではないですね。これはモダンな ERP、ネチと J としておりますけれども、モダンな ERP を持っている機能ですね。で、次ですね、マサレタの、悩みが、マサレタは非常に原価に直接、結びつきついてますし、ゴバナンスの効くマスターデータの管理が必要。一方、試作品だと、あと新しいプロジェクトとか新しい商談だと、できるだけ早めに、スピーディーにこのマスター管理を行う必要があるんですけれども、それをどう対応するかと言いますと、この新しいシステムですと結構柔軟にいろんなフィールドとかいろんな機能を使って、対応ができるんですね。で社内でそのちゃんとしたプロセスを持っていて、試作品いくらまでは、課長
の承認だけでいいんですけれども、1000万円以上だと部長の承認とか、まあ、多段階の、プロセスを持っていて、その社内のそうですね、プロセスの洗い出しと、どうしていくかをシステムに反映できるのであれば、まあ、ある程度あの緩和できます。でやっぱりプロセスですと、まあ、ガチャガチャにする傾向が、まあ、弊社エサヤとしてシテムさんとしてはあの よく、心がけて、導入しておりますが、やっぱりその硬いワークフローだけではなくて、まあ、例えば付箋的な、これ見てくださいね、これ確認いただけますでしょうかというようなあの柔らかいやり方でもいいんではないかと思っております。あとそのまあモダンなツール、あの Teams とか Slack との連携して、あの Slack 上で、この新しい商品を考えておりますけど、いかがですかっていうような、まあ、軽いあのプロセスでも、対応可能です。で、ここでもう一個重要な点としては、まあ、トレーサビリティですね。最近、弊社のお客様の共通課題としては、そのやはりそのロット管理といいますか、まあ、この製品はどこから来た、いつ製造された、どこの部品が入っているという全ての、まあ、そのチェーンですねを把握できるだけ早くできるように、しないと、そもそも土俵に乗らないあの お客様の商談はできなくなるというケースは、最近しばしば見ております。そうです。それはあの我々の方で もちろんあの対応させていただきます。次ですね、まあ、新しい取引先なんですけれども、まあ、やっぱりその原価と収益が分かる、正確であることを大前提にしております。でそれは何かと言いますと、まあ、製品の特性にもよりますけれども、まあ、ロット管理するか、ステータス管理するかちょっとマッピングして、各メーカーが扱っている製品の中にその複数のテーブルを持つというイメージですかね。あの、消化管理管理する必要なものと、標準原価で対応するものと、ボム管理するものとを分けて、そのニーズに合わせて管理するべきであると思っております。ほとんどの会社さんですと、そのアイテムのマスターですかね、が1種類か2種類しかなくて、それは結局、じゃあ全ての種類において、ロット管理しますかっていう、大きな、課題なが発生しますけれども、あの細かくその用途、目的に応じて、そのアイテム管理のやり方を変えることによって、まあ、スピードアップができるんですね。ので、我々もそのいくつかのアイテム、の種類を分けて、導入をしております。で、この正しい商品があれば基本的には、正しい取引ができると我々は考えております。やはりあの原価が一番大事かなと思っております。あとグループ間の取引ですね、まあ、最近あのほとんどの会社ですと日本だけではなくてグローバルに展開されています。でグローバル展開イコール、まあ、会社間の取引が複雑になってきてますし、あとお客様もグローバル展開していますので、そのグローバル契約だったり、会社間の取引の自動化、あと私的にその経営陣の観点で言いますと、その、連結した数字をいち早く見たいっていうニーズがありますので、まあ、そのニーズに応えるような、導入方法論を、提供しております。あとですね、まあ、これ経営観点なんですけれども、やはり複雑化していますので、何をどう
まあ、どんな数字を見てどう判断すべきかというのは、どんどん経営層の仕事が複雑になってきています。で、それを、まあ、支援することにはなりますけれども、まあ、我々がそのダッシュボードで KPI だったり、グラフだったり、まあ、モバイルも多様化なんですけれども、まあ、そうですね、このダッシュボードを、提供しております。で、まあ、各社特有の数字もあれば、我々が考えて、まあ、今までの、エレクトロニクスの業界の会社がよく使われている、KPI を、提供しております。で、まあ、当然、その売り、まあ、財務的な売上、売掛、買掛、固定資産、発注残なども出しておりますけれども、まあ、受注残ですね、特に年間契約があるときに、あと何ヶ月でどれぐらいの部品、で、その部品のために、じゃあ、キャッシュはどれぐらい必要なの？で、どれぐらい、いつ、いくらもらえるっていう、予測する必要があります。当然、その新規の取引の割合、エレクトロニクスの場合は、1回きりは少ないですので、新規の取引があると、まあ、長く付き合うことはできると想定しておりますので、その新規をフォーカスすることはとても大事です。あと、在庫の変動ですね。やはり、在庫の価値がすぐに、なくなりますので、できるだけ、在庫の回転率を上げたいです。それを当然、セグメントをいくつか作って、セグメント別で、データを見ていく。で、セグメントも無制限に、あと階層無制限に、作るべきだと、考えております。あと、原価の構成ですね。実際に、まあ、部品を買って組み立てて販売していくっていうのはありますけれども、その部品の価格以外にも、先ほどのその通貨レートの変動の影響と、まあ、諸掛かりと、加工賃があれば加工代いくら、割合を持つことによって、まあ、次の経営のアクションが取れます。トレードの変動。それからですね、やはりシステムを含めて、どんどん連携して、業界としては連携していきますので、まあ、EDI は、有名な事例なんですけれども、いくつかのお客様の EDI に合わせて、まあ、省流のパターンを設定しないといけないんですけれども、それ以外にも一つ、ここで事例として申し上げたいのが、予測ですね。やっぱり基幹システムとしては、まあ、限界があるんです。得意分野としては、現在と過去のデータを、まあ、会計の軸だったり、物何個ぐらいあるっていう、まあ、物理的な軸だったり、データを持つことは得意なんですけれども、未来に向けての情報を持つことは、得意ではないんですね。未確定な、データですので、計画とか目標とか予算とかはできるんですけども、シミュレーションを走らせて、じゃあ、コロナが明日なくなる、アメリカと中国が戦争するとどうなるとかっていうシナリオを立てて、あと外部のデータソースとつないでどうなるかっていう予測をするのは得意じゃないですので、我々が、まあ、他の製品と組み合わせて、このワークデータビュープランニングを、進めしておりますけれども、と合わせて、リアルタイムでデータを作って計画、まあ、予実管理していくんですね。それもとても付加価値のある、考え方かと思っております。で、ごめんなさい、ここ、まあ、少し何が言いたいかと言いますと、そのウェブ系のシステムですと、まあ、簡単に他のシステムとつな、げることができます。で、世の中、まあ、当然その自社独自のものがあれば、まあ、世の中出てるいくつかのアプリケーション、部分最適のアプリケーションと、簡単に連携ができるのであれば、まあ、拡張がとてもあるのではないでしょうかと思っております。で、もう一個の事例としては、まあ、JVC 系の物産なんですけれども、JVC 系の物産の中に、デジタルビジネス DX 事業部があるんですけれども、その DX 事業部が弊社の、まあ、ネットスイートの導入、をしております。で、まあ、JVC 系の物は、まあ、大きな会社なんですが、
まあ、いくつかの視点も既に持ってるんですね。でただ、その DX 事業部というのは飛行的には新しくて、毎年一桁伸びていくんですね。で、複雑な取引です。ものを売ってる、買い取りっていうのではなくて、ちゃんとサービスして、国内外、サービスをつけて、ものの販売と、そのアフターと、その運用と、あと R&D ですね、研究開発もありますので、その研究開発を含めて、全部この熱意の基幹システムの中に、取り入れてます。ですので、かなり複雑、大手会社の複雑な要件に、ついても回答しております。あと、時間的に厳しいですので、ざっといきます。あと、エレクトニックと考えると、部品の、あと完成品のメーカーだけではなくてですね、そのサプライチェーン全体、とかもそう、この会社なんですけども、特殊、部材ですね、梱包材だったりとか、エレクトニックスにくっついてる企業さんなんですけれども、やはりエレクトニックスメーカーのにくっついていって、国際的に展開しています。で、この会社もなんですが、もうその日本だけではなく海外の売上の方が伸びていますので、本社自体を海外にして、いきました。ので、この会社の、本社はもうフィリピンにあります。で、国際的にグループ内とお客様と一緒に、ビジネスしていきます。あともう一個の事例は、これは完成品、部品だけではなくて、組み立てて、サービスをつけて販売している会社なんですけれども、もう少人数ですごい、すごくいろんなシステムを組み合わせて、もう一社独自のシステム構成を、運営しているんです。ので、この ERP を会社の OS というふうに運営していくことも可能です。はい、あと、ナチットの、概要なんですけれども、クラウド ERP、世の中の一番使われているクラウド ERP ですので、18仲介系、あと CRM と e-commerce がついている。知ってですね、パッケージです。で、基本的な概念なんですが、いくつかのプロセスを一つのデータベースで対応できるようにしていくのが、ネジの、大きな、特徴です。あと、弊社、少しだけご説明していただきますと、2012年から、ネジの販売代理店、日本においては一番大きな販売代理店、をやっておりますけれども、日本以外は、中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、で拠点、あとヨーロッパですね、拠点を持っております。あとアメリカに、パートナー会社がありますので、国際展開とか、あと日本国内でも、いくつかのお客さんを持っております。はい、これは社長のお客様のロゴの一部ですね。これは去年の、付き合わせさせていただいたお客様です。ですので、これはフォーチュン15から、小さなベンチャーから、フォーチュン15までの、幅広く、そうですね、ご対応させていただいております。はい、いかがでしたでしょうか。何かご質問ございましたら、今受け付けておりますけれども。3分ぐらい、お待ちします。あ、すみません。はい。すみません、よろしいでしょうか。はい。東洋テクニカ、東洋コーポレーションの小野寺と申します。あ、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます、今日は。はい、導入実績なんですけども、はい、日本で今まで何社導入されてるかっていうのはディスクローズできますでしょうか。2012年以降ですと、70社ぐらいですね、弊社は。ああ、そうですか。はい。はい、で、ネットシート自体が、500社と言われてます。はい、あ、分かりました。あと、このネットスイートは、はい、オンプレミス、サブスクリプション、どちらのモデルで提供されてますでしょうか。サブスクリプションだけですね。サブスクリプションだけですね。はい。はい。はい、ありがとうございました。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。ああ、すみません、もう一つよろしいでしょうかね。はい、もう一つよろしいですか。こういったシステムを導入するときの、費用、コストなんですけども、はい、御社の経験から、アニュアルレベニューの大体何パーセントぐらいっていうのをですね、各社投資されてるんでしょうか。わあ、より難しい質問ですね。それは結構バラバラですかね。そう、ですね。はい。はい、結論から言いますとバラバラです。で、特に一つな大きな理由がありますけれども、はい、今までみたいにそのドカンって最初から、なんて言いますか、ビッグバン的に全部リプレイスして、はい、じゃあ新しいシステムにしましょうっていう、まあ、もちろんできますが、はい、できるだけその段階的に、例えば一つの事業の一つの、なんて言いますか、取引パターンとか、で、初めて、だ会計だけやりましょうとか、受話中だけやりましょうとか、で、少しずつ展開していきます。はい。ですので、多分今までの、オンプレミスのセアさんのビジネスモデルですと、じゃあ1年間付き合いましょうで、その1年間の中で要件の、だからウォーターフォール型で要件定義して、あと、はい、うちでゴリゴリ作りますので、あと使ってくださいねっていう感じではなくて、もう動く仕組みですので、その動いてる仕組みを一緒に我々もコンサルタントの立場を取りたいんですね。はい、で、その動く仕組みをどう使えば、はい、本社のメリットが出るかを一緒に考えていきます。あ、なるほど、なるほど。そうすると、ちょっと付き合い方もその1回で、はい、すごい人数でダーって組んではなくて、我々は長く付き合うことを前提しております。はい。あ、わかりもちまろんした。各社にご要望に応じても変更いたしますけれども、できるだけその中期的に、考えて、お客様と一緒にそうですね、やっていきます。あ、わかりました。ありがとうございはまい。す。はい。他はいかがでしょうか。特に、なければここまでにさせていただきますけれども。そうですね。では、本日、貴重な時間いただきましてありがとうございます。何かまたご質問、ご要望、ございましたら、連絡、声をかけていただければいいと思います。で、この資料を、後ほどですね、お送りいたしますので、またご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はありがとうございます。どうも失礼いたします。い。